今日は長野県の諏訪片倉館にやってまいりました。1928年に建てられたものなんですけれども、当時の財閥が現在の価値では数十億という資材を投じて建てられた文化福祉施設です。ここはですね、テルマエロマエ2、あの映画ですね、テルマエロマエ2のロケ地になった場所でもあります。寒い冬で体も縮こまっていると思いますので、仙人風呂、巨大なお風呂に入りに行きましょう。 Here we go。
しい長野県木曽諏訪の旅でした。最後の締めくくりはここ諏訪サービスエリアの上り。なんとここのサービスエリアには温泉があるんですね。ということで早速入っていきたいと思います。ではマスクをして行きましょう。最高じゃない。いやー気持ちよかったですね、非常に月も見れてよかったです。これがまた日中ですと諏訪湖がね一望できる感じで、露天ではないんですけれども大きいガラスで、景色を眺めながらですね温泉に入ることができます。非常に湯加減も良くて最高ですね。サービスエリアに温泉最高でした。諏訪の旅、木曽の旅、温泉で終わりたいと思います。